施設外観グレーハウンドバス博物館はアメリカ合衆国ミネソタ州ヒビングにある博物館。長距離バス会社グレーハウンドラインズの発展の歴史を様々な資料で展示するとともに多数の歴史的車両を保存している。ヒビングはグレーハウンドの創業者であるエリック・カール・ウィックマンとアンドリュー・バス・アンディ・アンダーソンが近隣のアリスという村との間で主に炭鉱労働者たちを運ぶために 乗り合い自動車事業を始めた場所である。この時使用されたのは、1914年型ハップモービルであった。しかし、1980年代までに、グレーハウンドのヒビングへの路線は廃止され、ターミナル跡は整備されないまま放置されていた。博物館は、1989年9月に、グレーハウンドバスオリジンセンターという名称で、ヒビング視聴者跡の一部に開館した。 これは、ジーン・ニコレリという地元の男性が熱心に取り組んで誕生させたもので、ニコレリは、ヒビングのグレーハウンドターミナル跡で、バス事業発祥の地として、ヒビングを称える名番を発見した人物である。開館以来、この博物館は、グレーハウンドラインズの運行に関した多数のバスを入手してきた。展示は、グレーハウンドの車種や、第二次世界大戦時の貢献などが、 主な内容となっており、歴史的な記念物が多数陳列されている。展示者用、ありがとうございます。